恋愛関係を穏やかに長続きさせられる人にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男と女、人と人、ご縁があれば結ばれるし、ご縁がなければさようならになってしまう。こればっかりは最後の最後、いつどうなるかは誰にもわからないんです。だけどもせっかくね、今一緒にいるお相手ならば、その人との関係ね、できる限り心を穏やかに、そしてその状態がね、長く続けていきたいと思う人は少なくないと思います。そこで今日はお相手とね、良好な関係を長く続けさせるために必要な要素、代表的なものを7つご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄にリンクが出ていますので、そちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近畿の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時のご予約少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は良好な関係をね、長く続けるためにどうすればいいのか、そのために必要なこと、代表的なものを7つご紹介をしていきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、もうね、言うまでもないんですけど、これなんですよね。会話を積み重ねることなんです。会話を積み重ねようとすることというふうにね、思っていただいてもいいと思います。お互いです。男性も女性もです。言葉にしないとわからないことはあるんです。もちろんね、察してほしいなと思うこともあるし、あなたから見た時に、あ、この人こういうふうに思ってるんだろうなっていうふうに察することができることもある。だけども最後の最後はさ、どう思ってるかっていうのが両方ね、お互いがわからない。だったらそれは言葉にした方がいいよねと。特に男性は自分でね、言葉を、まあ、あなたにね、思いを伝えるというのはあんまり得意ではないし、また同時にね、女性の気持ちを察することっていうのはあんまり得意ではないんです。まあ、だからこそ女性側とすればね、やっぱりこう意識して彼に対して自分の気持ちというのを伝えるような努力をしなければいけないし、もちろん彼はね、男性は男性で苦手だからいいということではなくて、苦手なりにね、やっぱりこう女性に自分の言葉を伝えること、そして女性の気持ちを分かろうとする努力はしなければいけないと。お互いなんですよ。だから極力ね、その会話を積み重ねていく、言葉を積み重ねていくという当たり前のことなんですけど、まあどんな家庭でもさ、まあどんな夫婦でも、まあ、カップルでもね、言葉をちゃんと積み重ねるところっていうのは、積み重ねているところっていうのは大概ね、うまくいっていますよ。いや、そんなことしなくても、あうんの呼吸でね、うまくいければそれでいいんだみたいなこと言う人いますけど、そんなことないんでね、必ずやっぱりあうんの呼吸に至る前にしたってさ、もう何十年積み重ねてそれが初めてできるわけで、そういうこともなく、いきなりね、あうんの呼吸で、ね、お互いのことが分かり合える。お前たちは超能力者かという話になっちゃうんで、そんなことは絶対ないから、まずやっぱり言葉を積み重ねるというね、地味で当たり前すぎるほど当たり前の話なんだが、当たり前な分忘れがちになってしまうんでね、まあ、ここは意識して、あなたもそうだし、お相手もそうなんです。あなただけの問題ではなくし、彼だけの問題ではなくてね、お互いがそうしていこうとする関係、だからこそその関係はね、穏やかに長続きするし、お互いのね、問題解決もその都度できるから、うまくいかないわけがないよねという、そんなお話です。そして2番目こちらです。はい、お相手のね、選択を尊重することですよね。まあ、これもお互いの話ではあるんだが、結局一緒にいてもね、それぞれ生き方考え方違う。それこそ出会った時にさ、もう何十年も生きてる者同士が出会って結ばれました。そこに至るまでいろんな生き方考え方がありました。生活のパターンもありますよねと。それはお相手にもあるし、あなたにもある。お相手にはお相手の価値基準があって、その選択の中で自分が一番正しいと思うものを選んでるわけですよね。それはあなたも同じ。お相手がね、自分にとってこれが最善だ、最適だと思ったものは、まあそうなんだよねということで、まあそれはもう尊重してあげるしかないよね。それは時にね、別れということになったとしても、彼がそれによって幸せになるのであるならば、まあ、それはそれでね、受け入れるしかないし、まあそれを受け入れるような心構えでいるからこそね、あ、そこまで尊重してくれてるんだ俺のことっていうふうに思う
思うから、あ、じゃあやっぱり彼女と一緒にいたいなと思うし、それ逆の立場でもそうですよね。あなたが自分で考え、そして選択して、これが一番だと思ったことに対して、なんだそれっていうふうに言われたら、え、ちょっとなんかこの人なんなんっていうふうに、まあ、思ってしまうことっていうのは、それは小さなことからね、大きなことまでいろいろある。まあ子供同士だったらさ、まだちょっと相手を否定したり批判したりっていうことはあるかもしれないけど、やっぱりある程度ね、まあ年も取って人生経験積み重ねてきた者同士、それぞれ価値観や生き方異なる者同士、お互い選択が異なることがあったとしても、それはね、もうしょうがないよね。その中で違う選択をしている中で、まあ落としどころを見つけ、そして、まあ、譲り合うところは譲り合い、そして歩み寄れるところは歩み寄っていくっていうのがさ、それはまあ男女に関係なく人間関係の話だったりするじゃないですか。まあ、だからまずはね、一回受け入れるということですよね。で、そこでどうしても納得いかないというか、お互い、あ、ここは道は違うよねっていうんだったら、最後の最後はそれはお別れするしかないのかもしれないけど、でもね、頭ごなしにさ、それ間違ってるとか、それ私ちょっと違うしみたいなことを言うよりは、あ、そうなんねっていうことを、まあ、一回尊重して受け入れてあげていただくということからね、お互い、まあ、尊重し合える関係というか、まあ、信頼関係っていうのは芽生えていくんじゃないですかという、そんな話だから、まあ、こういう話をね、差し上げています。やっぱり、まあ、男性も女性もそうなんですけど、まずやっぱり受け入れてくれる人のところに帰っていきたいというかね、受け入れてくれないと嫌だっていう話ってみんなあるじゃないですか。こういうお話をご紹介させてあげてます。こちらに画像が出ていて、リンクもこちらに出てます。また関連する動画はね、このチャンネルの中では他にもいくつかご紹介させてあげているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだが、まずはお互いの選択を尊重しよう。そしてね、まあ、あなたが彼を尊重し、そして彼があなたを尊重してくれる、そんな関係を作っていくことができると、その関係はうまくいくっていう、そんなお話でした。さあ、そして3番目はこちらです。はい、2番目の話に絡むんですけど、お互いをね、同一視しないということですよね。まあ、お互い考え方、生き方全然違うので、生活パターンも違うしね、行動パターンも全く変わっていくわけだから、自分がこうだからお相手もそうしてくれて当たり前、自分はこういうふうに思ってるんだから相手もそう思って当たり前、そんなことは全然ないでしょ。こんな話もね、よくしますね。私は好きな人から LINE をもらったらすぐ返すんだ、だからLINE を好きだったらすぐに返すのが当たり前だ。いやいや、それはあんたの基準だって、彼の基準はまた違ったりするわけじゃないですか。それはさ、あ、ね、彼がじゃあ俺は仕事に情熱をかけてるし、愛する人のために24時間働くことが当たり前のことなんだ、お前は24時間働いてない、俺のように働いてないっていうことは、お前は俺を愛していないって証拠だなって言われたら、何言ってんだこいつっていうふうにそれは思うじゃないですか。それはお互い様なんでね。まあ、なので、まああなたにはあなたの選択の基準があっていいし、あなたの行動パターンがあってもいい。しかし、お相手はお相手の、ね、行動パターンがあって、お相手はお相手の思考パターンや習慣があるんです。そこはね、違うよねという前提に立って考える。その上で一個前にも言ったように、違いがあればね、それを認める。違う選択をしたとしても、それは一旦受け入れる。そんなね、心の余裕を持って接してあげていただくと、まあ、あなたもその方がね、ドキドキしないし、不安になったり、まあ、ドキドキというのはネガティブな意味でのね、ドキドキとか、まあ、不安になったり心配になったりとか、しなくて済むんでね。客観的に見て果たしてどうなんか、2人の関係ってね、ちゃんとつながっているよね、別に彼はあなたと別れようとなんか思っていないよねってことが見てわかるんだったらさ、自分の価値基準だけで、お相手をね、まあ、それに当てはめて考えようとしないことよ。こういうお話でもね、ご紹介差し上げています。そんなにあなたが不安になるほど、別に彼冷めたりしてないからね、大丈夫っていうお話ね、ここでご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたり、まあ、もし不安になるようであれば、ちょっと ご確認いただいてね、あなたと彼は違うという、まあ、このごくごく当たり前のことを忘れちゃうんですけど、忘れないようにしていただくと、その関係はうまくいくっていうね、まあ、そんなお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、過度の期待を、ね、しないことですよね。まあ、2番目3番目の話に続く話ではあるんだが、まあ、どうしても、ね、こう恋愛関係とかね、距離が近い関係になってくると、まあ、こうしてくれて当たり前だとか、まあ、この人には、ね、これ以上のことを求めても私全然いいんかなっていうふうに、まあ、期待をしてしまうことってあるじゃないですか。しかし、お相手の選択はお相手の価値基準の中で、そしてお相手の習慣や、ね、パターンや自分の行動基準に基づいて彼は選択をし判断をするわけじゃないですか。あなたの期待を裏切ることなんか普通にあったりするわけですよね。あなたが思っている以上に彼はできなかったり、あなたが思っている以上にあなたに対して愛情表現をしてくれなかったりすることなんて当たり前のようにあるんで、それは逆のケースもそうですよ。彼はね、あなたに対して期待していることとあなたが実際できることっていうのは違うこともあったりする。それはしょうがないじゃないですか。だから相手に対してね、期待をするなっていうのはそれは無理だと思います。それは好きだから一緒にいるわけだし、期待したいなという気持ちをね、ゼロにする必要はないんです。だけども、
あまりにもさ、まあ、彼はこういうことをやってくれるに違いない、彼はこういう時に力になってくれるに違いない、彼はこういう時に私の言うことを聞いてくれるに違いないという過度の期待を持った彼に接して、その期待と違うレスポンスが来るとがっくり来るだけだし、ましてやね、この人私のこと好きじゃないんじゃないかなっていうね、逆の不安になってしまったりもするから、そこはあまり期待をしないというか、まあある程度ね、まあなんかこれで言ってくれればまあラッキーかなとかね、まあこういうふうにしてくれたらまあそれはプラスアルファのね、まあ儲けもんぐらいの感じで、まあ彼とお付き合いをしていく。もちろんできることは評価をしてあげていただいて、そしてその上でプラスアルファこういうことやってくれたら嬉しいなっていう期待感を持っていいんだけど、さらにあまりそれ以上のものを求めても何も出てこないし、それこそね、さっきも言ったようにあなたが不安になってがっくりくるだけの話になってしまうから、まあ期待はね、極力しないというか、まあしてもいいんだけど過度の期待をせずに、まあそこそこのね彼、まあそこそこのあなた、お互いそこそこでいいじゃんよと、そこそこの人間同士うまくやってこうぜというぐらいの感覚で、まあできないことはできないし、まああんまり期待をしないで、だけども一緒にいられるこの関係すごく穏やかでいられるよねというような、まあある意味でのこう開き直り、だすごくネガティブな意味でではなくて、ポジティブな意味で期待をしないでお互いをね等身大で評価し合えるような関係っていうのは、まあ、大概ねうまくいったりするよねと。あんまり過度の期待もないからね、あじゃあこういうふうにできるんだ、あじゃあこういうふうにやろうよっていうような、まあ、お互いできる範囲のことをしっかりやって、その積み重ねができるから、あ大丈夫なんだこの人、あ彼女は全然お任せしても平気なんだ、あここまではちゃんとやってくれるんだってことがお互い理解し合えるので、まあ、関係はね、まあ、大体うまくいきますよね、そういう人っていうのはねっていう、そんなお話でした。さあそして5番目はこちらです。はい、寛容に、ね、なってあげてください。これはまあ男性も女性もそうなんですけど、どっかでねこういつもうまくいかなくなってしまうというか、どっかでねギクシャクし始めてしまうような関係を毎度毎度繰り返される人っていうのはさ、大概ねやっぱり寛容さがないんですよね。まあ、この場合の寛容さっていうのは、自分がやっぱり期待した通り、まあ、自分がイメージした通り、また自分の価値基準に相手が当てはまらないと許せなくなってしまうというかね、まあ自分を否定された感じになってしまって、まあ、だからもう私はこの人を許せない、だからこの関係は無理だみたいな話になってしまう。それはさ、全部は全部あなたの思い通りにならないし、期待通りにならないことなんか当たり前だし、彼だってねあなたに対して気に入らないことを言うこともあるでしょ。でもそれはあなたも彼に対して気に入らないことを言ったりとか、彼の期待に応えないで彼をがっくりさせてしまうことはあるわけじゃないですか。お互いですよ、お互いそういう、まあ、何かしらね相手をイラつかせたりとかムカつかせたりするようなことはあるんです。それに対してやっぱり目くじら立てて、あだから私たち合わないんだとか、あだからこの人私愛していないんだということじゃなくて、あまあそういう違いもあったりするよね、まあ別に彼もね悪気があってそういうこと言ってるわけじゃないし、なんだったらね2人の関係を良くしようと思ってそういうこと言ってることもあったりするよね。一歩引いたところで寛容になってね、やっぱりお相手の気持ちをしっかり汲み取ろうとする、まあ多少マイナスなこともあるよねと、まあ多少ね、まあ私から見た時に評価マイナスなところってすごいあるよねと、まあだけど評価プラスなところもあるから、足して引いたらまあプラスじゃんよと。でまあ私も彼に対してマイナスなところあるけど、まあ、プラスに評価してくれてるところあるだろうし、まあね、そこで足して引いてプラスだし、まあ、お互いの関係が足して引いてプラスになってるからいいんじゃねみたいなねぐらいの、まあ、余裕、まあ、それがなんかドキドキする関係なのかって言われるとねちょっと微妙な感じもしなくもないけどさ、でもある程度ねそういう、まあ、ある意味でのこう打算というといけないか、まあ、妥協というふうに言ってもいいかもしれない、まあ、別の言い方をするとやっぱり譲り合いとかね歩み寄りがあってその関係ってねうまくいくわけで、まあ、全部は全部思い通りにいくかってたらそんなことは全然ないんでね、それは当たり前の話ですよ。それはお相手もそうだしあなたもそうですが、そういう意味でのねこうお互いが寛容さを持ち合わすことができることができた時にその関係ってねうまくいったりするよねっていう、そんなお話です。さあそして6番目はこちらです。はい、寝ました。執着をね手放すというやつですよね。もう執着をしてもしょうがないんでね、まあ、冒頭の方にも申し上げたように結局最後の最後どうなるかってさ分からないし、途中いろいろ申し上げたようにやっぱりお相手はお相手の選択があるし、お相手は価値基準があって、お相手は自分の人生があったりするわけじゃないですか。そこをあなたの思い通りにすることは残念ながらできないんですよね。他人の心をあなたがコントロールすることはできないんです。相手が選んだ道をあなたが邪魔することもできないんですよね。まあ、だったらさそれはもうしょうがないよねと、まあ、そういう時が来たら、まあ、それぞれ別の道にね、行ってしまうよね。だからこそね、だからこそ今一緒にいるこの関係をすごく大事にしていこうと、最後の最後はねダメになってしまうかもしれない。それは彼が別れを告げることなのかもしれないし、あなたの方がね逆に気持ち冷めてあもう無理っていうことになるかもしれない。
いずれどっかでね、たもとを任すことがあるかもしれない。だから今この瞬間を大切にしたい、そう思えるわけじゃないですか。とにかくあの人を引き止めることに必死とかね、とにかくあの人を失わないようにということで卑屈になって彼を引き止めようとすると、まあ、結果ね、お相手はどんどん増長して2人の関係のバランスが崩れていきながら、まあ、ダメになっていってしまうことがある、まあ、だからまあ、ね、彼に執着をしたり依存したりするのはね、まあ、早いうちに手放した方がいいんじゃないですかというお話はね、このチャンネルの中では一貫したテーマとしてお送りさせていただいています。こういう動画でもねご紹介させていただいていると思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんで、まあ、この辺りちょっとご覧になっていただいてね、彼の依存と執着を手放していただいて、まあ、知ったことがあとね、あんたが別に他の道行きたいんだったら他行ってもいいよぐらいの感覚で、彼とお付き合いをしていくと、まあ、結果的にそれは彼もあなたに対してね、そういうおつもりでお付き合いをしていただくとお互いがねうまくいくことになるよねという、そんなお話でした。そして最後7番目です。はい、まあ、これ言っちゃうと身も蓋もないんですけど、でも一番実は大事な話だったんで一応ね言っておきます。正しい相手選びとね損切りなんですよね。まあ、1番目から6番目までいろいろ言いましたけど、これはさ、あなた一人でねそんなことやったってやっぱりお互いのことだからそれは無理なんですよね。あなたの思いが全く伝わらない人もいるし、彼にねやっぱりこういうふうに歩み寄ってほしいと言っても歩み寄れない人って絶対いるんですよね。それは逆に彼があなたに対してそう思ったのもあなたがそこは歩み寄れないよって思うこともあるでしょうと。お互いね合わない人は合わないんですよね。付き合ってみて、あ、これちょっと違うよねということが分かった時にそれを損切りできるかどうか、そして合わないなと分かっている人を最初から選ばないかどうか、合わない人を選んでおいてさ、ね、いやこの人はすごく人でなしだっていうふうに言ってもしょうがないし、私が、ね、あかん女だからだっていうふうに自分を責めてもしょうがないわけじゃないですか。それ合わないだけだから、どっちがいいとか悪いとかではなくて合わないし、まあ、できないっていうことは必ずあるんですよね。だからそれはね繰り返し言いますけど、あなたの別に言葉の積み重ね方が悪いとか、あなたがね寛容になっていないとかそういうことではなくて、また彼もね寛容になってるし言葉を積み重ねるとしてるけど、でも合わなくなることっていうのはあるんですよね。それは、繰り返し言うように、やっぱり出会う前にそれが分かる場合もあるし、付き合っていってね関係深まっていってお互い価値観考え方変わっていきながら、そこで初めて、あ、ちょっと違うよねって思い始めてしまうことがある。その時に損切りをできるかどうかなんです。結局そこは会う人としかなかなかね合わせることって難しいので、だからねこんな話もよくするんですけど、僕は牛乳飲めないんですよね。嫌いなの、牛乳が。でその僕にね牛乳をいくら勧めてきて、それは僕はノーっていうのは、それは勧めてくる人が嫌いなのじゃなくて、僕は牛乳飲めないだけだから、それはその人との関係がいいとか悪いとかじゃなくて、飲めないものを勧められたってそれは無理だっていうだけの話じゃないですか。だったら飲める人に持ってきゃいいだけの話なんですよね。それを受け入れてくれる人に持ってければいいだけの話で、あ、私やっぱり牛乳の勧め方がまずいんだとかね、この人は私を愛してくれないとか言われてもそれは困るっていう話じゃないですか。それはお互いにね、まあ、なので、ちょっとこの人違うなとか、ちょっとこの人ね私が持ってったものを受け入れてくれなさそうだし、彼が持ってきたものを私受け入れられないなと思った時にちょっと残念ですっていうふうに、まあ、言えるかどうかなんですよね。だからそこで言えないまんま時間ばっかり使ってしまって、だんだんそれが慣れ合いもたれ合いみたいになってきて、ただただね一緒にいることが目的化していってしまうと、まあ、それこそ依存や執着という方向になってしまうので、速やかなね損切りとか、またお相手をね選ばれる時に、正しいお相手選びっていうのをすごく意識していただくと、まあ、結果ね会う人と会うようになる、会わない人とは何やったって会わないというね、まあ、そういうことにもねつながっていく話なので、このあたりちょっと押さえておいていただくといいのではないでしょうか。ということで全7項目ご紹介をさせていただきました。まあ、冒頭とね最後7番目のところでも申し上げたように、まあ、何やったってね合わない場合っていうのはありますよ。お互いなんとなくねこう感情的に、まあ、ビビッとくることがあったとしてもさ、実際にお付き合い始まっていくと、あ、ちょっと無理だなって思うこともあったりする。こればっかりは蓋を開けてみないと分からないことではあるんだが、ただそれでもさ、やっぱりでも努力できるべきところはね、努力した方がいいわけで、1番目からね、6番目まで言ったように歩み寄りによってね埋めていける水のであれば埋めていけばいい。それでも埋まんなかったらさ、それはもうしょうがないよねという、そういうお話でいいのかなと思います。じゃあその歩み寄っていくためにね、あなたの思いや考えをどういうふうにうまく伝えればいいのかという話は、こういうセミナーなんかでも詳しくご紹介をさせていただいたりしています。こちらに画像出ていますが、日程場所は下の概要欄、説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいてね、ご都合よければこちらの話し方講座にお越しいただければいいんだが、まあ、およそ彼とのお付き合いの中で、こういうところをねちょっと今日は意識をしていただくということをちょっと覚えておいていただ
ただいて、もちろんあなただけではなくてね、彼の問題でもあったりするんで、まあ、できればね、あなたの方から彼にね、あなたもこういうことをちょっと努力してほしいなと、こういうことを心がけてほしいななんていうことを、まあ、シェアしていただいたりすると、さらに2人の関係ね、より良くなっていくことができるし、まあ、それでもダメならダメでしたと、まあ、いうことになると思うので、まあ、ご参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。